よこです。皆さんこんにちは。今日は郊外電車の乗り方をご紹介。伊予鉄では路面電車を市内電車、郊外を走る鉄道を郊外電車と言います。これも覚えておいてくださいね。現金でご利用になる方は乗車駅に設置してある券売機で切符を購入してください。乗車券は駅の係員に見せて入場していただき、お降りになる駅の係員に切符をお渡しください。 ICE カードや定期券でご利用になる際は、乗車駅で ICE カードの機械にタッチしていただき、降車駅でも ICE カードの機械にタッチして降りてください。その他、ご不明な点は駅係員にお尋ねください。今後も YouTube でも皆さんにいろんな情報をお届けしますので、チャンネル登録お願いします。